タレントの熊田曜子が11日に配信されたアベマ TV の番組、筆がバカリズム地獄21時から22時までにゲスト出演。妊娠9ヶ月のぽっこりお腹を披露し、胸の悩みも告白した。熊田曜子、ヤンキー鬼、に扮したお笑い芸人、バカリズムが、様々な女性たちが経験した、おにぎれ、エピソードを吟味していく同番組。今回、タレントの熊田曜子、大山めぐ、元 AKB48 で声優の石田遥香、元サッカー選手の大竹奈美がゲスト出演した。現在妊娠9ヶ月の熊田は、もうお腹がパンパンです、と、椅子から立ち上がりお腹の膨らみを披露。それを見たバカリズムは、すごいですね、と驚き、熊田は、もう3人目なので、ゴムと同じなのか、お腹の伸びがいいんです。でも、デベソが治らなくなっちゃって、内臓が出るんじゃないかと思うくらい、と体の変化を明かした。母乳についての話題になると、妊娠中に母乳をあげているときはこれで空を飛べるんじゃない。と思うくらい大きくなるのに、断乳するとスキージャンプのスロープみたいに胸がそげてくる。F カップあったのが、しぼんで E とか D になったと思います、と告白。いい胸の形を維持するには、母乳をあげない方がいいけど、母としてはあげたい葛藤があって私はあげた。だから、断乳後は、下着の力とか、寄せ集めてとかいろいろな努力があるんです、と苦労を語った。C、アベマ TV、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。